はい、始まりました、今週もクラブナオキニコナイトのお時間です。よいしょ。さあ、というわけで、今週も始まりました。最高のタイミングでオープニングに行きましたね。そうですね、最高のタイミングでした。今のはさつきのミス。いや、今のは、僕のミスではないです。ショッツさんの、ショッツさんのミスです。はい、あのオープニングどうぞでいつも言ってもらってたんですけど、あの今回は、言わないパターンを、お送りしました。ですね、たまには新鮮でいいんじゃないでしょうか。え、新一も今日来るよね。新一さんももちろん。直樹さんは、直樹さんはまだいらっしゃらないですかね。コメントで確認するんだ。みんなファインプレー直樹。コメントで参加なんですかね。コメントで参加、はい、あの今日ね、そうっすね、今日ね、あれだわ、はい、今このニコナイトの番組前に、はい、あの多分これを見てくれてるリスナーさんから LINE が来て、はい、あ、本当ですか。おかげさまで国家試験合格しました。あら、おめでとうございます。すごいすごいですね。すごい、おかげさまでってまだね、何もしてないんだけどね。自分が努力した結果だよね。すごい、おめでたいニュースを、はい、ニコナイト前に、はい、ちょっと嬉しいですね、はい、そして昨日なんと、はい、新水湯に入店して、はい、うん、さつき初シャンパン。シャンパン。そうですね、あのおかげさまで、あのいただきました。ありがとうございました。おかげさまでね、おかげさまでいただきました。誰のおかげで、お客様のおかげでいただきました。もう懲役300年の顔してたよね。いやー、ベロベロになりましたね。はい、本当に幸せなことで、ありがとうございます。初シャンパンと、はい、国家試験合格に乾杯します。はい、しましょう。1時間お付き合いよろしくお願いします。お願いします。乾杯。さっちゃんスーツ似合ってるね。ありがとうございます。これコメントはなんか出てないですね。出てないね。まだそっち繋がってないですかね。今回はまあコメントでもありましたけど、あの先週、僕企画で、絵心選手権、やったんですけど、まあ、今回は、新地さん企画ということで、新地さんは今、結構緊張してます。仕込みをそれでなんかもうバタバタしてた。そうです、バタバタ新地さんしてます。名刺は無事にね、あ、そうです、名札取れました。取れました。おかげさまでありがとうございました。3ヶ月かかりましたね。本当です。バイチョリンは、髪黒い方がいいね。もう忘れちゃったよね。髪もうね、うん、黒いとね、うん、黒い自体もう忘れちゃったっすね。どんなだった？めっちゃ芋臭いかったって言われるんですけどね。最近もうみんなに俺らが似すぎてて、真央のミスは全部俺のミスみたいな。とんだとばっちりですね。弟の面倒ぐらいちゃんと見ろと、うん、すげえだんだん寄せてきてるもんね。寄ってってるっすね。前髪も空うねるわ、はい、もう遊んでるからね。花輪くんじゃないで。でもやっぱもう昔の写真見ると全然違うもんね。違うね。違うっすね。垢抜けたね、はい、そして痩せてた。太ったね。8期円ばかりに。バーベキューこの間ね、はい、行ってきた時に、はい、奥多摩ですね。はい、奥多摩行った時にもうすごかったね。川に飛び込む、はい、真央の裸姿が、いやー、もうすごかったですね、うん、立派でしたね。これあの流せるじゃん。はい、流していいのかな、リスナーさんに。あ、あのあれですか、映像ですか。映像
え、全然いいと思うし。いい。サツキは大丈夫なの。あ、大丈夫です、大丈夫です。後半新一の企画がくそつまんなかったらちょっと。あ、そうですね。はい。バーベキュー映像。バーベキュー映像。あの、お楽しみに。あれ、めっちゃおもろかったよ。うん。え、あの、皮のやつだよね。皮のやつ、ね、そうだよ。本当にあの、皮は舐めてたら、いかれますからね。いかれるね。まあ、今日のジャケットいいな。ありがとうございます。おろしたての。はい、うん、髪色とね、バッチリ。あとインナーもね、うん、インナーもいいよ今日、うん、インナーでもちょっと乳首が分かんないんですけど透けちゃうんですよね、めっちゃ、うん、ビンビンやなって言われて、まあ、ビンビンなんですけど今日おしゃれな日や、うん、おしゃれで、うん、おしゃれ月曜日銀さんこの間見かけたってどこで見かけたの？あら、結構そういう情報多いですよね、うん、でも全然ちゃう人やったみたいな真央、痩せたも来てるよ。痩せてないね。気のせいですね。痩せてないっすね、うん、モニター越しだと全然わかんないよね。全然わかんないっすね、僕のデブ感は。あれやっぱ顔つきがなんか違く見えますよね、うん、立つとね、立ってこう向くとためにやばいっすね、うん、ここがいいよね、腰周りが、うん、乗ってるもんね。安山型っすね、僕安山型。土台がすごいしっかりしてていいよ生まれるやつ。銀兄ちゃんの足が長いのか、さっちゃん胴が長いのか、うん、撮影が終わったら行くね、直樹さん。はい、お早く終わったら、うん、まあ撮影中なんです、ね、足の長さも多分俺、さつきとほぼ変わんないと思うんだけどね。一緒っすね、スタイル、うん、いいっすもんね。え、ちょっと立って。ベルト、ベルトどこ？結構こす、ほら、あ、一緒、うん、立ってみて、ちょっと立ってみて、腰の位置。これが俗に言う公開処刑ってやつ。着席。3人の顔がなくても結構今のね、視聴率取れたんで、はい、今の完全にやる。誰が誰だかすぐ分かります。サムネイルあれっすね、これが俗に言う公開処刑。公開処刑、はい、やかましいわ。直樹さん、今日何の撮影だろう。なんか、ね、珍しいっすね、うん、久しぶりですかね。なんだっけ、ワイプラスにもなんか、ね、はい、この前は、この前あのインスタになんか載せてましたね。鍋持ってる撮影。あー、鍋屋さんのっすか。鍋屋さん、はるか、うん、あ、の撮影なんすかね。みんな知ってるっすね。みんな知ってるね。インスタかなんか上げてるんすか ね、はい、いや楽しみですよね、いよいよっすからね。このニコナイトに出て最近の直樹さんの動向が分かる時あるからね。ああ確かに、あるあるですね、うん、真央かっこよくなった、いいね。はい、ありがとうございます、嬉しいですね。まあ、ジャケット効果、ジャケット効果っすかね。新一さんちょっとガチやね。え、今日そんな時間かかる？一生戻ってこない。下準備にそんな時間かかるの？いや、そんなことはないんすけど、やっぱもう今もうすごいてんやわんや。新ちゃん早く、だって新ちゃん、もう耳にも入ってこないっすね、うん、はい、一心不乱やね。新ちゃんとさっちゃんはね、昨日俺に謝らなきゃいけないこともあるだろう。あるっすね、あるっすね。俺こないだね、ウォルトクラブのこのニコナイトの番組に出させてもらってね、うん、はい、すごい楽しかった。あ、本当ですか。あ、昨日出たんですね。昨日じゃないね、あの、あ、この前の対決イベントの時、はい、なんかタイムラインでもあの同窓会みたいな感じで載ってましたね。へ、あのナイトチューブのベロベロだったね。もうりょうたさん、せっちゃんがね、ちょっと出ようよっつってそのまま連れてこられて、めっちゃ GA っすね、うん、いいっすね、楽しそうっすね。あ、見た結構見てくれてる人が多いね、うん、みんなこの番組以外は何を見てらっしゃるんですかね、普段、うん、結構でも他の番組を多分みんな見てるでしょ、うん、そうっすね、そんな感じしますね。これは新水の番組なの、直樹の番組。一応直樹さんの直樹さんの番組だね、
ウォルトとサロンの放送を見てるんだって、うんうんうん、サロンっていうのはあれですね、りっちゃんが、りっちゃんがやってんの？りっちゃんはやってないと思うんですけど、りっちゃん誰出てるんですかね。せいじさん、せいじさん、あ、せいじさんだ。ポスターでっかかったですね、うん、さっちゃん色気出てるぞ、どうした？あ、ありがとうございます。あら、おお、やっぱ、シャンパンなんかあった、名札も外れてシャンパンも入ってそれで色気出たらもう最高っすけどね。わかりやすいな。あんま色気あるって言われないですからね。掃除メンバーも抜けて、掃除メンバーはもうちょっとですね。で、天狗になって、天狗になって、はい、また鼻大きくなっちゃう。鼻大きくなりてえな。6時半出勤金曜のカオスってなんだろう。そういう番組があるんじゃないですかね。パンダの配信、うん、センス、あ、センス、あ、センス、あ、グランドオープン昨日、一昨日でしたっけ。昨日、一昨日、メガネかけないのってどういうことやこれあ、この前、直樹さんとやった時じゃないですか。そうですね、直樹さんのメガネをかけたら、うん、結構反響が大きかったんで、うん、ずっとかけてたら直樹さんにめっちゃいじられたっす。安い男やなって言われたっすね。あ、メガネをかけて、はい、ちょっとコメント良かったんで一回外したんすよ、うん、でももう一回メガネかけて、さっきもかっこよかったっていうコメントがあったんで、すっとかけてたら直樹さんそれに気づいて、安い男やなって。さつきらしいね、はい。レッドアイも好きって言ってるっすね。へぇ、うん、レッドアイもすごい今もう人数が増えてきてね。はい、はい、銀さん、ね、銀さん、銀さんですねもうスペルもちゃうっすね、うん、次週はみんなメガネかけてた。あ、メガネで、メガネっていいの、やっぱ銀さんよくかけますよね、うん、メガネフェチって多いっすよね、でも女性。そうなの、はい。メガネ絶対似合わないでしょ。メガネね、似合わなくないけど、なんか変な、なんかオタクみたいになる、うん、メガネ書いてあげようか。いや、もうそれただの落書きっすよ冷静にしんちゃん遅すぎない、うん、冷静に見てくれてるね、うん、冷静に遅いです。温かく見守ってあげてほしいですけどね、うん、ちんみちゃん来る前に終わっちゃったらめっちゃおもろいあ、できましたか。整いました。もうちょっと顔がやつれてますもんねさっきナクさんから電話来て、あ、本当ですか。うわ、忘れてたわ、みたいな。そうです。できましたか、しん兄ちゃん。しん兄ちゃん待ちよ、これ企画考えるのでもうこんなやつれるのめっちゃおもろいっすけどね。檜山、しんじろうさん、そらじろうくん、みたいなのしん一郎なんだけどね。こんばんは。うわ、なんか変わってるね、画面。文字が大きくなってるね、そうですね。お、そう、僕らが見る側の画面が。しんさん、どうですか、出来栄えは。企画の方の普通、普通、うん。しんち結構でもアイデアマンじゃん。はい、アイデアマンですか、うん、結構アイデアはいいの出すよまあ、ちょいちょいそうですね、うん、別のイベントとか、うん、そう、檜山慎二郎。しんちゃん、真ん中来てよ、だってあ、俺の、あれはあ、これっす。なんかさっきなんかメガネでって言ってたけど、ちょっとビクッとしたんだよ、メガネ、これ赤いから。ああ、こう並ぶともう髪暗いの2人でさ、明るいの金髪2人で、なんか嫌だね、はい、黒ジャケ、黒ジャケですからね、うん、まあいいんじゃない、おにゅうでしょ、これ。おにゅうっすね、おしゃれ。いいよ、金髪ね、ロックかかってたっすね、最近。あれ、わかってたの、イケメンだわ、ジンって。さっきからちょっと間違えてます銀はね、G しっかりね、画面にも載ってるんで。バグったよね。
はい、横にしか見ないです。あ、ゲージね、真央さん痩せたらもう悪意しかないからね。なんだろう、金髪にして痩せたように見えるか、うん、な。今日僕お酒飲んでないで赤くないですよ。ちょ、珍しいですよね。縦になんないです。しんちゃん立ったら真央とどっちが長いの？身長？しんさん170いくつでしたっけ？2 172。直樹さんと本当一緒っす、ね、だよね。直樹さんが高く見えるでしょ。そんなことない。え、みんな疑ってる？身長172センチ疑ってる？ない説なんすかね。僕でも結構もっとあるイメージあった。そんなちっちゃいイメージないですけどね、はい、でも本当に。足は長くないな。僕ね、あ、だいたい腕を伸ばしたら指先から指先が自分の身長って言われるけども、俺それ、うん、身長長いのね。水泳やったから。水泳やっとったんで僕。だからあのショータイムでダンスとかやってたんですけど、うん、手が長いからそのキモくって、ね、そう手長ザル。腕長いんですよ。短パンこそ。あ、昨日ね、初短パンデビュー今年。阪神の。はい。あ、乾杯。乾杯してないか。すみません、遅れました。うっす。乾杯。月八。はい。新さんの新企画成功を祈って乾杯。うん。そのプレッシャーかけすぎだろ。いや、まああとはもうこっちの演者の問題ですから。はいはい。企画はやっぱね。でもさつきのね、前回の企画は面白かったね。はい。ただね、本当に投票はね、不正があったと思うんですけど。いや、でも意外となんかその絵を褒めてくれて。でも銀さんやっぱ可愛かったね、絵は。うまかった、はい、絵心あったわ。ゾウのモノマネはちょっとやんない方が良かったね。ゾウのモノマネは本当に間違えましたね。不正ではないでしょ、あの結果は。ゾウのことを思い出して今日青スーツ着るのやめたっすね。あ、絶対ゾウの人だみたいないじりくるかなと思って。でも怖いのが全然わかんない。前回さつきが企画してくれてさ、で、うん、罰ゲームさつきじゃん。そうなんすね。で、言い出しっぺがさ、その罰ゲームみたいになってさ、今回俺じゃん。はい。俺がなんか罰ゲームとかあったら嫌だよ。あと大喜利とか面白いね。あの昔 NHK でさ、はい、携帯大喜利って番組。ああ、今もありますよ。あ、今もある。あるチアラジュニア。一時期めっちゃ見てたよね。いた音、あれ中学生で俺見てて、オンラインのやつ。やつね、言うけどね。あれまだやってんだ。え、長くない？俺中学生で見てた。オンラインやってるっすよ。オンラインのやつっす、ね、やってるっすよ。え、そんな長い続く番組なんだ。板尾さんと、はい、今田さんとジュニアさんやね、はい、すごい、ね、歌丸さん引退しちゃったよね。あ、笑点、そうっすよね。うん、あの、唯一初代からのメンバーが。この間テレビでやってたんですけど、うん、あの笑点の舞台袖の横には常にあの看護師さんがいらっしゃるらしいですね。本当にあのいつでも山田くんとチェットでも隣には絶対看護師さんがいらっしゃると。なんかあの、スポーツの大会みたいじゃん。必ず救急隊員がいますみたいな。何かあった時はすぐ駆けつけられるように。そんな体動かすことないけどね。座布団から落ちたら大変だ。もしものことがやっぱねあったらあれですから。なんかいちいち銀さんを気にしちゃうね。ちょっといなくなっただけで銀さんどうしたのとか全然何も大したことないですよ。ただ iPad 大丈夫。iPad 大丈夫です。企画の方は、後半、後半戦で前回と同じように後半でやりましょうか。前半は、フリートークで。フリートークで、はい、なんでフリートークなんだっけ、さっちゃん。いや、そりゃあやっぱ僕らその喋りで飯食ってますから。女は喋りのプロが喋んないでどうすんねんっていう話ですよ。そりゃやっぱ喋っていきますよ。ちょっと関西弁っぽい。これなんか笑い取りに行くとき絶対関西弁になるよね。あの、自分を奮い立たしてますからね。それで声がなんかワントーン上がってさ、うん、はい、俺今面白いこと言ったよね。そうですそうです、勢いで、勢いで大丈夫ですよね。そうですそうです。マオはね、あ、これ笑い取れるなっていうの絶対2度以上言う。しつこいですよね。笑ってくれるまで言うんですから。ザコ師匠と一緒だから受ける、受けるまでやるから。往生際が悪いですから。新さんがちょっと想像つかなかったっす、う
俺もでもちょっと言って笑ってくれたらもう一回言っちゃう癖ある。なんか手応えある時あるんですか。どうやるんすよ、ね。ベジータって誰なの。ベジータ僕じゃないですか。神ですよ。あ、そういうこと。スーパーサイヤ人みたいな色ってこと。はい。あ、そういうこと。あ、色っすか。なんか、え、何がベジータ。ね、笑えよベジータ。あ、皆さんインスタフォローしていいですか。ぜひぜひぜひ。じゃあまたあの最近更新の方が僕疎くなってたんで。審査最近コメントしてないですね。あ、更新してないですね。そう、なんか自分何も撮ることないな。撮ろうかな、もう。うん、撮ろう。インスタやっぱ反響大きいですからね。そのかっこいい顔をさ、はい、じゃんじゃん更新していこうよ。全世界に。ちょっとね、写真やっぱり僕盛れないんで。まあ、実物がいいもんね、やっぱ、うん、安定の流し目線で。うん、自撮り苦手なんですよ、僕。写真じゃなくてやっぱ不器用。そう、不器用なんですよ僕ね。剣髪2回したことありますよ。そうなの。え、へえ。僕見たことないですよね。ホストで1回。で僕中学卒業して高校生坊主だったんで、はい、もう坊主になるって分かったんで、その前に金髪しました。春休み高校デビュー。新一の金髪見たいね。いやっすね、似合わない。マジで似合わないですよ新一。じゃあ目標達成しなかったらさ、来月から金髪デビュー1ヶ月。1ヶ月金髪します、うん、まあ夏だし今は高速とかないですからね、うん、ちょっと、うん、でも見てみたい気がしますね。見たいよね。でやっぱり女性の人は暗めの色が好きとか、うん、それで単髪とかが多いじゃないですか。色すぐ抜けちゃうもんね、一回ブリーチしちゃうとね。僕髪の毛細いんで。夏限って夏ちょっと長いよね、東京。ミクシーやってるって。ミクシーってめっちゃ懐かしくない。ミクシー懐かしいっすね。マイミクなろうとか、マイミクなろう、ね、紹介文書いてみたいなねあったな、うん、やってたない、みんな。ミクシー大好きだったな。ミクシーとあと何が流行ってた？ SNS。 モバゲーですかね。モバゲー、グリー、グリー、グリーもやってたっすね。全略、あ、そう、全略プログ。全略プログやってたな。全略プログ。そうそう、あれです、プログっつってこれもう俺の青春時代じゃないわ全略プログは、プロフィールを作れるんですよ、自分の。なんかブログみたいな感じなんですよ、うん、なんかどんどん飛んでいけるよね。そうそう、で、なんか友達同士リンクで貼るみたいな、なんかあったっすね。何のためにやんの？それはなんすかね、なんか繋がりたいみたいな。ネット上で、はい、Facebook のなんかもう本当の初期バージョンみたいな感じじゃないですか、プロフィールだけの。なんか友達が多いと人気者みたいな。さつき友達だって学生時代3人しかいないでしょ友達まあまあ学生時代は3人です。なんで繋がりたいって思ういやー、でもなんかやっぱ一応そのネットやってる時間やっぱ楽しかったんで。マオはまだわかるよ、うん、マオはもうネット界の住人じゃんさつきは結構リアルじゃん。リアル、まあそうですね、まあ、でお家にいたすからね、基本的に。狭く深くじゃんはい、そうす。人との関わり方がね、はい、電話とかもお母さんとすることしかないでしょ。いや、その染谷と結構一日大体2時間ぐらい喋ってましたね染谷盛り上がっちゃうんすよFC2 のブログ。あ、FC2 のブログあったっすねなんだっけあのブログ有名なの、なんだっけ。デコログ。あ、デコログだ。デコログデコログ懐かしいな。へぇ、知らない。デコログ懐かしいな銀さんっておっさんなのって失礼やね。ガチトーンだったっすね。まだ20代。まだ29なんで。今年の。最近でもめっちゃ若く言われるわ。審査入ってから。本当ですか、うん、何歳くらいが多いんですか ?25。いや、25。うん、25ぐらいに見えるっすね。新一と一緒。僕25っすよ。新一と一緒に見られるわ。え、僕と銀さん同い年に見えます？みんな。見えるよ、嘘嘘いや、見えるっすよ。さんもやっぱ上に見られそうっすよね、うん、まあでも、ゲンさんが若く見て、俺が年相
見るってことだもんね。新一はでもまあ全盛期のイケメンレベルから考えたら老けたよね。なんか言われますね、うん、何が老けたんだろう。いややっぱ産毛は剃った方がいいですよもう横からもうずっと気になってますから25年間、剃ったことないです、その産毛を、はい、あ、もうちょっとヒゲになってきてる俺、うん、もうヒゲですよ。あ、しんちゃんと結婚して確かにいいんですか、ちゃんとしんちゃん結婚してって、結婚してって俺は初めて言われた来週染谷呼ぼうよえ、染谷来たらめっちゃおもろいっすけどね。染谷くんはさつきがホストやってることは知ってる。あ、染谷知ってます知ってます、うん、で、この学生時代の同級生ね、全国にさ、はい、染谷ってこれ配信許可取ってんの許可は取ってないですけど、でも あんま出ちゃいけないかもしれないですね、染谷は。仮名とかにしなくていいの？染谷もうモザイクかもしれないです、ね、某染谷とかって言わないとさ、うん、一応下の方は言ってないですから。もう染谷っつって染谷、漢字は合ってるのちなみに？いやもう超合ってるだってさつきの友達ってもう慶応までもさつきは知られてるわけじゃない。ああ、まあまあそうっすね、個人情報流出しまくってるよね。年も限られたんで、同級生でもう中学校からの幼馴染染谷君から限られてるよね。でスペース開けて陽性事件って検索すると、はい、あ本当に出てくるんだ。いやいやもうそれはもうそこまでいったらそこまでいったらダメやよ、ね、それはただの染谷ファンで。でも確かに染谷って名字かっこいいね。かっこいいですね。いい名前ですよね。妖精事件は漢字なの？妖精事件はそうです、この漢字です。ああもう、はい、スペース開けてあれ打てば出てくる。さつきがでもなんか地元の友達といる時のさ空気感を見てみたいね。ああ見たいっすね。いやもうそれはもうやりますよ。盛り上げて盛り上げて、それはやっぱしゃべりのプロですから。しゃべりの食ってるんですからそれは盛り上げて他の2人の友達はしゃべる子なの？まあ、よく笑う子っすね。で普通に喋りますよ。だからやっぱ僕が一番もてなしますよね。はい。でもホスト始めてしばらくしてさ、はい、髪をもうピンクにしたり、はい、紫にして久々に学校行った時、うん、染谷くんに何て言われたんだっけそれ何でしたっけ？なんかあったよね。でも高校生の時から僕結構銀とか金髪だったんで。校則ないの？校則ないんですよ。クラスの集合写真すごいよね。僕だけ金髪っす浮きまくってたもん。はい、マジで？あれめっちゃ浮いてるっすよね。俺坊主だよ高校。羨ましいわ。海坊主。さつきは座高が高いんじゃなくて多分顔が長い。はい、全体的に長いです肩のラインで言ったらみんなちゃんと座ったら多分一緒ぐらいでしょ。あ、でも僕肩の位置高いですね。高いね、ほんとだね。足も長いですか？足も長いし、顔も長いしね、はい、あ、でも同じぐらいだよ。僕今ちょっと顎引いてるんで同じぐらい。でかっでかっみんなは地元の友達という時、それ聞きたいっすね。どんなテンションなの？しんさんとかどんな感じなんですか？僕ね、AB 型が、うん僕以外2人いるんですよ。絶対盛り上がんないですよね。やばそうやな。いやいや、なんでなんで？やばそうやな。ファーストドリンク決めるまで30分ぐらいかかりそうかかるね。生にする？どうするみたいな。新一が2人いるからね。で、マジで結構気が合うから、喋んなくても分かるみたいな。いいですね。で、ファーストドリンクに30分かかる先にご飯来ちゃうっすよねなんか想像つくっすね。今の笑いがじわるってやつ。じわるじわるでも AB 型でも独特だからな。でもそんな感じかな。 AB 型の中でもいろいろあるけど系統一緒、俺と。ぽいね、なんか想像つくね。落ち着きますよ、うん、やっぱなんか落ち着く感じ。ワイワイじゃないね。俺地元の友達とかといると結構盛り上げるね。一番盛り上げるね。ああ同じですね、うん、やっぱりなんかもう自然と最初何人で集まろうって言ってるけど、まあ地元にあんま帰ることもないから、うん、帰って最初何人かで飲もうって言うとね、どん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 人集まってくる、うん、で一番盛り上げて
全員脱がせて俺も脱ぐみたいな最高ですね、うん、ただもうやらせるだけじゃなく、うん、俺もやろうみたいな、そうで男って感じだな。で母ちゃんが一人笑ってる母ちゃん一番パリピじゃないですか、ね、そう母ちゃん見たもんムービーで、地元どこ、青森、金さん青森で、僕はその北海道の友達で、さつき東京、はい、東京、真央が福井です。福井、真央地元の友達というかもう DJ 仲間ですらあんま会いたがらないよね、このホストを知って分かるとき。ああそうっすね、それもあるっすね。でも地元を今週帰ろうかなと思ってて、はい、1年ぶりぐらいに福井一緒に行く？行ってきよ、うん、一緒にちょっと行きたいんですよね。え、なんかちゃんと紹介してくれんの俺のことなんて紹介するの紹介するとしたら一応先輩で上司なわけじゃん。はい、あ、いこいつ俺の先輩みたいな、さっちゃんみたいな友達いや、ちゃんと、もう紹介して福井アテンドしてよ、うん、さっちゃん、車運転しようや免許持ってねえよCM 明けですか企画は。はい、そうですね、新一さん企画の新企画からの、はい、はい、はいよ、うん、一旦 CM です、どうぞ、うん、どうぞ。三千円 S 組ふりさき先生、リキと最近全然ダメだな。何がシャンパン先生よ、ほんと口だけだな。くそしょうもな。自分のことばかり考えてた俺が今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえなイオンインク。イオンインク。今ちょっとバタバタしてましたね。真央はお手洗いか。はい、そうですどんな感じの企画なんですか。あ、まあ真央来てから説明するかな、はい、本日の、はい、いや、なんかそんな別に全然期待しないでくださいよ。罰ゲーム、今回もある。罰ゲームも、やりましょうか。やりましょう。罰ゲームというか、なんか1位を決めようかなとかそういう人があったんですけど、まあ順位決めて罰ゲームをしましょうか。やりましょか、うん、はい、はい、今回もボード使おうかなと思いまして、ペンですか。以上、僕ここにくじを用意しました。おで、この中には、はい、まあ時間的にはもうあれなんですけど、何枚かお題を用意してて、うん、だから僕もどれが当たるかわからない、全部やるわけじゃないんで、それを引いて、お題がであります、うん、でそれに対して答えるだけなんですけど、うん、ただリスナーさんたちとの相性チェックみたいな、おお、まあリスナーさんたちがその僕らの回答を見て共感してくれたりとか、はい、うん、で、それに対して、うん、アンケートで誰が一番いいかみたいな、はい、そういうリスナーさんたちの相性選手権をやろうかなと思いました。おお、ただ説明下手くそすぎない、はい、そんな感じです。わかりましたか。 OK、 質問ある方、うん、ブラックボックスの中から、お題を取って、そのお題は僕らが見るんですよね。そう、全員で。はい、全員で。リスナーさんも見るんですよね。うん。で、それを見て、で、僕らがやっぱ答えをそれぞれ書いていって、うん、で、発表して、そうん。で、トータルで一番を決めようっていう、うん、はい、そういう企画ですよね。説明下手くそな人の後にまた説明下手くそな人がフォローしちゃったからさ、本当に分かったかな。まあ、一回やってみたら多分分かるんだよね。ね、はい、やりましょう、うん。でも、このホワイトボードの裏に、なんか、第三次、うんこ、やばい、やばいな、第三次、うんこ大戦、
何してたらこんなん書くんですかね。絶対大喜利だろう、ね、大喜利だろう、はい、まあ、一回やってみたら分かるかな。はいはい、誰が引きます。もうしんちゃん引こうよ、それは。はい、引きましょう。今日の企画の、うん、はい、引きます。1問目ですね。でででんみたいなやる。でででん。あ、ちゃんと折ってるんですね。初デートの待ち合わせ時間は、なんかもうクイズみたいですね。だからこれでリスナーさんたちと相性チェックみたいな感じで。なるほどなるほど、はい、え、これは過去っていうかこれからもするとしたらってこと。そう、見てる方と、うん、ああ、オッケーオッケー。うんうんうん、まあ、いろいろありますからね、うん、待ち合わせ時間。え、時間だけでいいんですよね。うん、え、むず。時間これ時間いらない。初デートっていうのがポイントっすね。初デートだね。はい、書きました。これね、僕作った悪いな、答えは一切考えてないからな。はい、できました。いや、そうなんだよ。え、これ時間書くだけだよね。時間書くだけです、はい、みんな遅いの。はい、はい、できました。はい、誰から。じゃあ、さっちゃんから。はい、みんな早いな。みんな早い。早いな。初デートの待ち合わせ時間は、僕は14時にしました。おー、14時。14時ですね、はい、昼の2時です。はい、理由は、はい、理由はやっぱあのお店屋さんがたくさんやってるのと、うん、あとまあ個人的なんですけど、あの今いつも夜の時間帯で仕事してるんで昼の空気を吸いたいっていう。ああ、やっぱね。はい、わかる気がする。まあ、服屋さんも何でもやってるんで14時がちょうどいいかなと思いました。お、はい、はい、続いて、はい、しんちゃん。はい、僕は1時間早い13時です。お、一緒。あ、一緒ですか。13時、うん、これ僕あの答え一緒とかでも、うん、理由を添えていきましょう。それによってパーセンテージも変わってくると思うんで、はい、僕は、うん、まあ、やっぱお昼時は混むかなみたいな、うん、お店が、うん、でちょっとその後に行って、うん、あと、まあ、夜もね、そんな早くなく、またお酒を飲む頃の時間でまたご飯を食べたいなと思って、ちょっとこの時間でお昼を。ああ、なるほどね。まずお昼ご飯食べてからデートっていう感じですね、うんうんうん、はい、はい、俺も13時なんだけど、理由は、はい、だいたいランチタイムってもう14時から14時半がね、ラストオーダーとかで終わっちゃうから、13時に待ち合わせてちょっと公園とか行って、はい、あ、先に、そう、はいはい、公園とかでちょっと話して、あ、そういえば予約してたよ、でランチ行きたいね、うん、ああ、それいいな、うん、なるほど。はい、ちなみに最後は、うん、僕は12時で。みんなお昼だね。みんなお昼ですね。まあ、理由なんですけど、はい、やっぱなんか夜初デートでいきなりなんか夜飲み行こうや、あとちょっとチャラいかなって、うんうん、だそういうなんか、うん、相手の警戒心を解くって意味でも、うん、お昼にランチ行こうやぐらいのノリで誘いたいな、うん、あ、はいはいはい、いい、いい、はい、もうその12時か迷ったんだよな、うん、みんななんか12時から、2時の間ですね、うん、はい、で午前中がっていう人もいたけど、うん、でこれでちょっと4人で5人目聞きますか。5人目聞きましょう。5人目聞きます。5人目聞きましょう。初デート、待ち合わせ時間何時設定にするかって。初デートっす。初デート、はい、リスナーさん、はい、と、リスナーさんとってこと。そうですね、リスナーさんですね。はい、相性チェック、相性チェックやってます。初デートってでもすげえ緊張するよね。はい、8時からさすがや。まあ、まあ、誰の答えかはもうすぎる。みんな多分気づいてらっしゃると思いますけども、毎週月曜日ですかね。毎週月曜日の8時、はい、まあ、ちなみに理由もね、はい、多分あると思うので、はい、8時、逆に8時から待ち合わせたら何する。
やっぱご飯じゃないですかね、うん、そうだね、お腹すくよね、お腹すかせとく、うん、お腹ペコペコにして待ち合わせ、はい、で、そうですね、なんかレイトショーとか行きたいですけどね。あー、レイトショーもいいね、うん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 、初デート映画ってでもちょっと嫌だな。そうですね、なんか盛り上がんないですね、喋りのプロやからね。こっちがね、スクリーン喋らせてどうすんだよ。こっち喋らん、はい、お前、できました。8時に待ち合わせて、はい、その理由ですね、理由プラン見えるかな。飯、ペントハウス、家、寝る。ペントハウス、ペントハウス、ペントハウス、家からのペントハウスに行って、はいはい、寝る、いや、ペントハウス、家、寝ると寝る全部室内インドア、まあやっぱとにかく室内、はい、多分普段こうね、活動してらっしゃる方だから、うん、別なんか夜ならその日光も暑くもないし外いてもいいんじゃないかなっていう、うん、このリスナーさんすごい、映画見て飲んでホテルシンプルこれはラブストーリーかな。で、まあこの理由、さらにもう一個理由を付随するとしたら、はい、歩くの嫌いでしょうね。でしょうね、まあ、視線もね、はい、多分存在感で、あれ、はい、あ、直樹さんだってね、なっちゃいますか、直樹さんって言っちゃったよ今、はい、あれって思われちゃうから、はい、5人目ですよ、うん、謎の、はい、ミスター X 的な、ミスター X ですね、うん、次のお題いきますか、次のお題いきましょう、はい、あ、じゃあボード、うん、はい、ありがとう、はい、これ全部しんちゃん考えてきた、今日の曲は、はい、ちょっと適当にパパパッとはい、じゃあもう最後に5人でまとめたアンケート取りますか。そうですね、はい、リスナーさんとの相性診断ですか、うんうん、やってます、はい、第2問目いきます。はい、お、ディズニーで、好きなキャラは、あ、出た、ディズニー、はいはい、ディズニーで好きなキャラは、うーん、ディズニー、これ理由難しいな、難しいね、理由とかないっすよね、うん、だからこれはもう共感してくれる感じですね、うん、わかんないな、ゴーカートじゃダメなのね。ゴーカート今なんか流行ってるらしいね、アトラクション、うわ、鳥の方がどうしよう、遅いね、できましたか。はい、大丈夫です。じゃ、できた人からいきましょうか。はい、じゃ、さっちゃんから。はい、僕はもうこれずっと言ってるんですけど、チップとデールですね。理由は、やっぱ歯が出てるから、似てるからね、はい、大好きです。じゃあ次いいですか、もう、はい、パイレーツ・オブ・カリビアン。そうなの、なんで笑うの、なんで笑うの。あれ何やったっけ、海賊ってなんかね、男の子多分みんな好きだよね、はい、僕と審査一緒やったっすね、一緒かぶったね、はい、はい、ドナルド、ドナルド、はい、あの、これ僕似てるって言われたことあったんで、ドナルドに、ドナルドに、はい、僕、理由はドナルドしか分かんないっす。ディズニーのキャラクター、ドナルド、キャラクター自身自体が、はい、ミッキーがドナルドぐらいしか、最後に、はい、ミスター X、 答えですね、ナオッキーマウス。いた、新キャラなんすか、ね、中国とかのディズニーパチモン、パチモンみたいな、パチモンっすかね、まあ、でも初めて聞きましたけど、まあでもどっちが本物か分からないまであるからね、そうですね、関西弁のミッキーか、関西弁でハハって言われてもね。やっぱね、ミッキーマウスになりたいって言ってましたからね、じゃあ次も共感してくれ、いきますか、共感してくれた人いるかな。あ、シェリーメイとか人気っすよね、次、最後ぐらいですか、次は、まあ何個か用意してあるんで、ランダムに、ちなみにディズニーランドはめっちゃ苦手らしいです。そうなの、歩くっすもんね、着ぐるみ、歩くし、着ぐるみが多いし、はい、着ぐるみがなんせ苦手ということで、何より待つ時間がね、はい、多分男の子は苦手っすね、はい、最後のお題行ってから CM 行きますか。はい、書いてる間に CM 行きましょうか。書いてる間に、はい、行きますよ、3問目ですね、デデン、これラスト、ラストなんでそれラストじゃないな。
これラストじゃなかったっすね。もう一枚いくっすか。うん、もう一枚いこう。新一らしいけどね。はい、ででんででん。ああこれいいんじゃないですか。これあーいい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 い、はい、いいいい。お題は直樹さんのご機嫌を誘う一言。はい、じゃあこれを僕らが考えてる間に CM いきましょう。こんな俺だけど一生かけてあなたを幸せにします。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインク熱いね。イオンインク。はい、いいですか。あ、やばい、難しい。ちょ CM がね、ちょっと時間足りない。そう、難しいですね。はい、はい、ちなみにミスター X さんはででん、肩こりひどいですよね。あー、うん、なるほど。まあ、すぐそれでね、お、聞きくやんぐらいの。はいはい、はぁ、それ聞いただけじゃなく、そっからの、そっからのがあるからマッサージをしてあげますよっていう、うん、はい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 。あー、そういう感じね。まあ、できた。はい、僕いきますか。うん、ちょっとボードじゃなくて説明長くなるんですけど、まあシンプルな感じだと友達が褒めてたみたいな。その僕じゃなくて、僕がなんか第三者時計いいっすねとかじゃなくて、なんかあ、直樹さんもなんかいい時計つけてたっすよねみたいな、ちょいちょい聞くんで、そういうなんか第三者からのやっぱ意見やと、なんか説得力もあって喜ぶかなみたいな。結構ガチやな。ガチでなんか結構バーとか行くとよくそういう話あったりする。歌舞伎町やと、はい、結構付き合い短いのに、はい、知ってる感出すね。あ、そうっすね。え、次、誰いきますか。僕いいですか、じゃあ。はい、その日の一番おしゃれな場所、一番おしゃれを気にしてるだろうなってところをポイントで褒める。はいはい、でも実際何回も見てますね。そう、銀さんだからこその。そう、うん、おろしたてじゃないですか、この靴ぐらいの。はい、銀さんそういうの敏感ですから。持ち物全部把握したい。せやねんっていう。そう、持ち物全部把握したい。せやねんっていう。いい買い物したんだよっていう、はい、女性もやっぱそういうの喜ぶっすね。それやっぱなんでかって、直樹さんは買ったのをその日に着たがるから。はいはいはい、やっぱり、はいはいはい、ねえ、やっぱ話したくてしょうがないからね。そうで、はい、言う前に気づきたい。はい、そうですよね、うん、インスタとかでもすぐそう一番見てるよ、はい、アピールをしたよ。はい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 、続きまして僕で大丈夫ですか。はい、まあ、これもちょっとファッション系って言ったらファッション系なんですけど、あ、直樹さん、この前もらった服めっちゃ褒められました。あ、はいはいはい、なるほどね。あ、すごい評判、それある、ね、すごい評判いいですみたいな。なるほどな。シンス入ってからめっちゃ多いね。そんで、はい、シンスさん、はい、今日なんか可愛いですね。ちょっと悪意あるよ。なんかめっちゃ雑っすね。ファッションもあるんですけど。いや違う、ナオキさんいつもかっこいいって言われるじゃないですか。あ、言われ慣れてるから。そうで、かわいい、俺かわいい、どんなとこかわいいんだろうみたいな。いや、思わねえっすよ。ちょっと悪意あるよ。ないちょっとバカにしてるんじゃない。してない全部テンション上がりますよ、確かに。で、ただもうお前たちが今それ書いたことによって、もうこれからそれ言われてももう全然信じられない。ただお前たちが機嫌取るために言ってたのかなって今思いっきり過去を振り返って。ああ、なんかやっぱ君たち俺のこと知ってたんだね。みんな素直ですからね。、はい、やっぱ、はい、さあ残りは5分。
残り5分です。はい、はい、皆さんこんばんは。ちょっとね、うん、今日僕忘れてたんですけど、うわやってもうたと思ったらちょっと撮影があったから、はい、ほんだら電話したらもうちゃんといますよ言うて、うわさすがと思って。な、鍋の鍋リスナーさんがもう知ってたっすね。鍋、鍋の撮影みたいな。鍋の撮影、え、鍋の撮影じゃない、あれ違うんですね。あ、そうなんですね。あ、推測だったんですかね。はい、お鍋はね、今月中に内装は出来上がります。おー、はい、今月下旬、ね、下旬ですか、来月初めですか。オープンは中旬になるんじゃ。ジャムの周年が22なのよ、来月。ちょっとかぶるかもしれない。もう1周年ですね。早いよね。早いですね、本当に早い。で、僕ちょっとこの後思ったと打ち合わせ入るんで僕は行きますけども、はい、はい、残り皆さん頑張ってください。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。はい、直樹さんのおかげなのか絆さんのおかげなのか、さつきが昨日で予約名札が取れて、あ、聞きました、聞きました、はい、はい、全部聞きました。あの、聞きましたし、その名札が取れた理由も全部はい、伺っております。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ残り5分、はい、はい、また、はい、僕来ます。はい、また来ます。また僕明日から大阪なんで。お、はい、お、あの、理由はですね、5月17日うち親父誕生日なんで、はい、ちょっと親父の誕生日をちょっと祝ってきます。さすがです。はい、直樹さん、5番目の子が入院になりました。いいねって押されへんなるよね、これ多分心配になっちゃいます、ね。はい、じゃあ皆さん、また後ほど。後ほどじゃない、またね。じゃあ皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。直樹さんがこのものの何分か出てただけで、はい、コメントがやっぱすごい伸びたんですね。そうですね、うん。17日ってことは明日か。明日ですね、17日で。18日は、僕らがお盆休みに入って、うん、あ、ゴールデンウィーク、ね、ゴールデンウィーク休みですか、はい、ゴールデンウィーク。え、来週の放送は 何日だっけ。来週の放送が20、休み明け、今日23日なんで休み明けてますね。明けてる、はい、じゃあ大丈夫だね。大丈夫です。え、これはなんかアンケートみたいなやるの、はい、結果。時間ありますか。あるならします。残り多分7分ぐらい。アンケートの集計を見て、はいはい、見てみますか。やりましょう。結構自信あるな、これ。ん、これは誰と一番回答が近かったみたいな。そうですね、一番共感できた、はい、共感できたリスナーさんたちが。全部で3問やった中で、はい、あ、この人いいなみたいな。はい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 、お付き合いください。え、罰ゲームする。罰ゲームは、ラッソン、でも罰ゲームラッソンじゃないな、うん、はい、歌はもうみんなで歌うの定番にしよう。ほな、1番だけとか、はい、ゾウのモノマネで。ゾウのモノマネで。ゾウはもう放送事故みたいな。ゾウはやばいですよ。誰がやってもやばそうやね。あと投票し終わった後に罰ゲーム発表しなかったら、うん、また熱くない。暑いですね。票が動いてしまいますからね。毎週事故になっちゃう。一応あれ持ってみようって。アンケート集計大丈夫ですか。そうですね。その間に電目も用意しておきますか。直樹さんってやっぱ意外と体温が熱いからね。電目もらう。マジっすか。うわ、銀座多すぎやろ。ダントツ。ダントツ。え、俺これ、あ、もうこれ結果っつった。え、マジゼロ。おい。いや、6.2 もちょっと納得できないな。そうやん。ありがとうございます。銀さん。え、やばいな。え、どこで一番ポイントゲットいったの。人気やん、ただの。どこだよ。マジで。どこの。ゼロなんかあんの。あ、でも、直樹さん褒めたポイントかな。直樹さん褒めたポイントもだけど、デートの初デート待ち合わせ時間も俺結構自信あったね。そうですね、はい、僕、全部完璧やったなって思ったんですけどね。いや、銀さんのプレゼンにはやっぱ負けたかな。あ、すげえな、逆にすげえな。同じ1位だったのに、はい、ちょっと悔しいな。そやな、うん、その悔しさをバネに。俺の勝った理由、はい、パイレーツじゃね。え、罰ゲームやるんすか。何するっすか。罰ゲームどうする。罰ゲームは毎回じゃあ考えてきて次の回にする、はい、あ、今日なし。あ、そうですね、次の回罰ゲーム、はい、前半で罰ゲームどっかでやって、後半その企画みたいな。で、今日は1曲歌って、1曲レパートリーが増えましたか。
レパートリーが増えたんですか。増えないな。次の企画は魔王。次の企画は魔王ですね。魔王、はい、魔王結構企画はね、はい、やっぱ自信ある。自信あるっすね。そうですね。DJ やっとったんで。DJ やっとったんで。DJ 関係ないですけど。今が55分、ちょうどあと5分。はい。よっしゃ。ラスト何にしましょう。何でもいい。うん、何でもいけるよ。履歴から言ったらいいんじゃない。うん。昨日ちなみに初シャンパンでサツキはラストもし取れたら、はい、何歌うつもりだったの。やっぱ366日久しぶりに歌いたいなと思ったんですけど ね、はい。愛の塊とかどうですか。あーいいね。366でいいんじゃない。もう昨日歌えなかったから366で、うん、はい。アテンに頑張ってって言うたって。アテンくん、アテンくんってあの漢字が難しい。はい、そうですね。そうだよね。ああああ、なんかさっきコメント来てたね。あ、それあの5番目の子。あ、5番目の子が。いきます。そうかそうか。しんちゃん滑らなくてよかったね。しんいちはねやっぱ企画結構定評あるからね。アイデアマンだから。よかったですね、うん、よかった。はい、AB 型ですからね、うん、たださっきボツになった新一の、企画で、はい、好きな焼き鳥の種類はこれいらなかった。これはいらなかった。これちょっとなんかたまに、うん、残りのお題もちょっと気になりますけど、うん、後で見て。4分44分 あれなんかこれ変なモードになってますね。え、これ下手だったら終わっちゃうんじゃないですか。そんな時間ないでしょ。え、下手だったらこれマジで終わっちゃうんじゃないですか。え、それでもいい。下手だったら終わっちゃうんじゃないですか。それでもいい。それでもいいと思える恋だった。戻れないと知ってても繋がっていたくて。寂しいですか。初めてこんな気持ちに。たまに違うことできなくなって。口約束は当たり前、それでもいいから。これ今日歌いながらラストっぽいね。はい、叶いもしない。りましたね、このお願い。あなたがまた私を好きに。わかんねえな。そんな儚い私の願い、今日もあなたに会いたい。多分サビはいかないですね。ありがとうございました、はい。来週は、はい、マオが企画するんで、はい、来週も、はい、よろしくお願いいたしま す。またお待ちください。ありがとうございました。ありがとうございます。来週の月8まで。そぬいてビクビクしてては掴めないような方、吐くいしばって胸を張って、茨の道行け侍よ。強くなれ強くあれ、自分に負けない心持って、女子供養いこの国を背負う侍たちよ。強くなれ強くあれ、自分を生かした道を持って、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。この国を背負う侍たちよ。